はい、トモアキです。本日は OIT が北海道に仕掛けます、ワンワンイベントやります。ワンワンイベント O1 っていうね、イベント名をつけてやっていこうかなっていう第1日目ですね。まあね、今日はなんか世代も小中高もいるし、大人も全世代だね。なんかみんなで一緒になってね、楽しんでる中でもなんか本気の勝負ができて、そこをなんか年齢問わずみんなで楽しみきれたら最高の日になるんじゃないかなってことでやっていきます。あとはイベントの模様をおいおい映していくんで、その辺で楽しんでもらえればと思います。レッツワンデイ。そんなになったの？とりあえず人数がめちゃくちゃ来てくれたからエンジョイしていきましょう、みんなで。ちょっと倒れよ。今日はちょっと中学生のレベルのためだから、大人もやられずに勝ち上がれるから結構面白いよ、全体的な内容。そして勝った人にはスペシャルイベントも用意。さあ誰が勝つかわからない、ここから面白くなってくるよ。楽しみだよ。第一が今回は参戦、はい、OJ。 はい、OJ。はい。
優勝した人と今日最後スペシャルワンマッチやらせようと思っててちょっと大地の提案でルキが挑んでもいいんじゃないかっていう、みんなどっちみたい？ルキルキルキ、今日はルキ。次は優勝。頑張ります。武器大活躍でした。マジでね。まだ高校1年生。はい、おめでとうございます。いやワークアウトメンバーやっぱ強いね。しかも何かっこいいって最後のスペシャルマッチをルキーに譲るこの大地。まあでも久しぶりに復活したワンワンイベントは見事モーラーズワークアウトメンバーが必要ということで、よかった。ありがとう。まだまだ頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい、優勝したスペシャルマッチのねルキ戦を見事勝利。まあでもね、大空そのシビアな戦いの中でもねしっかり見せようとしてたから、見せてるし何本か。大空とマッチアップしたい人はぜひモーラーズまで。お疲れ様でした。はい、というわけでワンワンイベント O1 結構盛り上がったんじゃない、まあ、第一はやっぱもちろん強いし、ルキはもう9年、いよいよ10年目の付き合いになるんですけどね、高一にして大人たちに油断できないプレイヤーだなって言わしめたんで今日で。何がすごいってやっぱスピードは通用するのは高校生だったら結構あると思うんですけど、ディフェンスのね強度の部分でね、こうバンってぶつかられた時にやっぱ耐える能力がしっかりついてきてて、でフィニッシュ力も上がっててね、武器の成長が楽しみですね。いきなり取るんじゃないですか、次の O1 あたりで。でもそれ以外にもね、中学生はめっちゃ面白い子いっぱい出てきて、なんかそのそれぞれの世代でこうトップクラスでやってる子たちがこう削り合って、でちゃんとこう年数分のね重みをなかなか超えきれないっていうのが今日の面白いところだったかな。ここからは小学生、中学生、高校生、大学生はやれるか分かんないけど、なんかこうそのカテゴリーカテゴリーでねこのイベントやっていけるなったら結構盛り上がるんじゃないかなと思うので、どんどんね仕掛けていきたいと思います。リプレイ見たし、イベントもやりきったし、ピックアップやるか。レッツ。